日本製潜水艦でポンプジェット方式の採用が検討されていますが、次期潜水艦では搭載は無理でしょう。では、今回、なぜポンプジェット方式が採用されないのか、詳しく見ていきますね。通常動力型潜水艦でのパワー不足と静粛性とバランス。旧式潜水艦にも、鉛蓄電池をリチウムイオン電池に交換も視野に入っていますね。海上自衛隊では、双竜型通常動力潜水艦の最終版12番艦の東竜が2021年3月24日に就役して、現在は次世代の3000トン級通常動力潜水艦大鋭型1番艦の大鋭が2020年10月に進水して偽装工事が進められていて、早ければ2022年3月にも就役の予定である。海上自衛隊の潜水艦は、双竜型11番艦、翁竜から、それまでの非待機依存推進、AIP 機関である、スターリング機関を廃止し、ディーゼルエンジンとリチウムイオン電池のみを動力としている。リチウムイオン電池は、これまでの鉛蓄電池と比べて高い出力を長時間維持できるほか、充電効率がいいなどの長所があり、このことで、大きな容積必要として、騒音を発するスターリング機関の代わりに選ばれたもので、世界に先駆けて、日本が潜水艦に応用、潜水艦の静粛性を高めたものである。防衛庁では、このリチウムイオン電池より、さらに長時間にわたって、高出力を発揮する燃料電池を開発中であるが、この電池が実用化するまでには、まだ時間が必要とされ、大鋭型の次の世代からの採用と目指しているとされている。静粛性を重んじる潜水艦では、エンジン機関などをはじめとして、いかに音を出さずに潜航できるかとの研究が進められていて、例えば、キャビテーションノイズを発することで探知されやすくなる、スクリュープロペラに代わる推進装置として、ポンプジェットによる推進方式が研究されている。ポンプジェット推進とは、ウォータージェット推進とも呼ばれ、海水を取り込み、強力な動力源によって、後方に高圧に噴出させて推進する仕組みのことを言う。水を高圧で噴出させるブレードが、艦外にあるスクリュープロペラと違い、船内で、周囲を円形シェラウドなどで覆うためにキャビティ、ションノイズが発生せず、静粛性に優れているばかりか、高速を発揮できるため、潜水艦の推進装置としては最適とされている。しかしながら、高速時の推進効率が優れているものの、中低速時の推進効率はスクリュープロペラより劣るため、水中でも高出力を発揮できる原子力潜水艦で、その力を発揮できるとされ、通常動力潜水艦に採用している国はない。2021年現在世界でポンプジェット方式を採用している潜水艦はアメリカ海軍のシーウルフ級攻撃型原子力潜水艦、イギリス海軍のトラファルガー級攻撃型原子力潜水艦、フランス海軍のルトリオンファン級戦略ミサイル原子力潜水艦とシュフラン級攻撃型原子力潜水艦、ロシア海軍のボレイ級戦略ミサイル原子力潜水艦とそのすべてが原子力潜水艦である。ポンプジェット方式は、船体の速度より少し速い水流を大量に噴射させて進むことが、最も効率がいいとされていて、加速と高速の維持のために持続する大出力が、大前提となるため、海上自衛隊の潜水艦においては、動力が通常動力である限り、潜水艦に採用されることはないであろう。防衛装備庁、アクイジション、テクノロジー&ログイスティクス、エージェンシー、ATEL、A においても、次期燃料電池の研究は進めているが、ポンプジェット推進の研究は、現在のところ行われてはいない様子である。
タイゲイ型潜水艦に搭載しようにも、現状のリチウムイオン蓄電池の出力では、ポンプジェット方式を活かすどころか、現状20ノットの水中速力をさらに低下させてしまうだけであろうから、この先当面は、水中で高速力を発揮する魚雷の他に採用されることはないと思われる。そもそも、海上自衛隊の潜水艦に、外洋の深海を高速で潜航する能力は、必要がないのである。海上自衛隊における潜水艦戦略は、基本的に、日本のチョークポイント防衛と、敵国のチョークポイントでの待ち伏せ攻撃による封鎖である。チョークポイント、チョケ、ポイントというのは地政学上概念であり、海洋国家においては、戦略的に重要な水路のことを指していて、チョークすなわち、相手国の首を締め上げることを意味しており、そのポイントを抑えることで、敵国を苦しめることができる、海峡や運河、水路などのことである。例えば、日本のチョークポイントであれば、中東からの石油ルートにある、ホルムズ海峡やマラッカ海峡ということになる。では、現在の日本にとって、最大の仮想敵国である、中国のチョークポイントはどこかといえば、対馬、海峡から九州を経て南西諸島、そして、台湾海峡に至る列島線に他ならない。ここを、海上自衛隊が抑えることで、中国海軍のうち、北海艦隊と東海艦隊を東シナ海に閉じ込めることが可能となり、中国海軍のうち、自由に軍事活動を展開できるのは、南海艦隊だけとすることができるのだ。この戦略が根本から変えられてしまうような事態が起こらない限りは、現在保有している優秀な通常動力型潜水艦で対応可能であるが、ただ有事となれば、今の倍の隻数は欲しいところではある。もし、仮に海上自衛隊潜水艦にポンプジェット方式が採用されるとなれば、通常動力では意味をなさないため、原子力潜水艦が必要となる。日本における原子力研究は、原子力潜水艦の建造が可能なレベルには達していると思われ、アメリカの技術援助があれば、すぐにでも取り掛かれるであろう。非核三原則があるから、無理ではとの意見があるが、これは、直接的に核を持って攻撃する兵器のことを指していて、原子力潜水艦は、それには当たらない。もっとも、いざ議論となれば、左系の政党や活動家などからは、ノイズが発せられるであろうが、原子力潜水艦を建造することについては、原則の解釈上の問題はない。しかし、原子力潜水艦の高額な建造費と膨大な維持費を考えるならば、日本近海の防衛に徹する海上自衛隊には必要のない兵器であろう。ところで、原子力潜水艦や原子力空母は燃料補給なしに行動できるとされているが、その原子炉は核分裂炉であり、定期的に燃料棒の交換が必要とされている。そこで、昔から燃料交換の必要がなく、真の意味で永久炉となる核融合炉の開発が進められているのであるが、未だ地上の小型の核融合炉すら存在していない。2014年にロッキード・マーティン社が10年以内にトラックに搭載できるほど小型の融合炉が完成すると大々的に発表したことがあった。同社は1年後には設計やテストを終えて5年以内に試作品を作ると豪語いていたのであるが、その後は全く音沙汰がなく、どうやら同社の希望的観測に終わるのではないかとされている。地上の核融合実験炉は、現在フランスを中心として進められている国際熱核融合実験炉イーターの建設に日本も国際協力をしているほか、アメリカや中国なども研究開発を進めているが、イーターの運転開始は、早くとも2025年とされており、潜水艦に搭載できるほど小型化できるのは、さらに
まだまだ先の話となろう。